そして今回紹介していただくのはこちら、エナセントの杉本さんです。こんにちは。ありがとうございます。いつも、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今回はどういった場所でしょうか？中心地からですね、はい、タクシーで約20分程度の開発エリアになりますね。なるほど。タオディエエリアとはまた違う肉の地区ですよね、はい、そうですね。どんな感じのがあるんですか？左側にですね、はい、今日ご紹介するペレスエンビスタという新築のコンドミニアムがあります。何棟ぐらいあるんですか？4棟ありますね。こっちに4棟？はい、めちゃくちゃある。右側にですね、はい、2年ほど前にできたビスタベルデというですね、はい、同じビスタシリーズのコンドミニアムがあります。スーパーだったりですね、はい、ファミリーマート、あと飲食店、カフェとか薬局が入ってますね。この建物ですね、はい、コンドミニアムで、基本的には個人のオーナーさんが所有しているんですけれども、はい、2021年4月サービスアパートメントを運営するサマーセットグループが一部物件を管理する予定でございます。なのでこちらの物件を借りる場合は、個人のオーナーさんから借りられるコンドミニアムか、サマーセットから借りられるサービスアパートメント、両方から選ぶことができます。へー、なるほど。弊社ではどちらもご紹介しております。なるほど、わかりました。今日ご紹介するのは個人のオーナーさんが所有しているコンドミニアムです。あ、了解です。では行ってみましょう。おー、なんかシックでシンプルな内装ですね、はい、スタイリッシュな内装に仕上げてます。ここ最近すごい派手派手な感じが多かったから、はい、日本人でこっちが好きな人多いかもっていう、はいはい、気持ちになりました、はい、でも大きなこう鏡もあって、はいはい、靴箱ですか？いや、靴箱も大きいですね、はい、ここ平米数どれくらいですか？87平米です。87平米で2ベッドルーム、はい、キッチン、はい、この横長に続くキッチンめちゃくちゃ奥行きある。広っ。ここでだからあれですよね、バレエの練習できるやつ、はい、できるやつめちゃくちゃ広いもんだって、はい、まあ、3口あって、はい、これなんすか？オーブンですね。オーブンもついてるんだ、はい、オーブンとですね、電子レンジもあって、この中の方で用意してくれてます。ほんと収納多いっすね、はい、この横に長いから上も全部収納として使えるわけですもんね、はい、リビングと別になってるから、はい、匂いとかもここでこう処理できるというか、あっち行かないようになってる。それは助かる、はい、激アツです。いや、遠いいや、この広さがあるからやっぱで、リビング、マジで落ち着いた家具すごいいいっす。僕めっちゃ好きです、この感じで。出た、電気杉本さん、これが、これは線香花火が6つですね。はい、正解。正解。ランタンとかの方がいいでしょ、絶対線香花火ですよ。花火縛りもういいんだよ、別にやめてこのあれですね、明かりも蛍光灯じゃなくて、はい、暖色というか、はい、この感じもいいですね、おしゃれで、はい、すごいおしゃれ。出ました、ソファー。かかってきます、ゆうさん。はい、せーの。はい、じゃあ次。はい、伝わったみたいです。はい、いや、伝わってないよな。ゆうさん、伝わったみたいです。いや、伝わらない。奥行きが伝わったよ。はい、なんていうんですか、沈み込みすぎなくて、はい、すごい弾力があって、何時間でも座れるやつですね。やっぱパソコンとかやってて、はい、沈み込みすぎるのって、はい、腰疲れるんですよ。でもこれぐらいのがめっちゃいいです。そうですね。いいですね。いいですよね、これ。この辺の家具とかも、ほんと統一感があっていいですね。デスクもそうですし、そしてテラス。めちゃくちゃドア、ここまで開きます。かなり空気の入れ替えがいいっすね。3枚ですね、窓、はい、いや、これいいっすね。で、ベランダも程よい広さというか、はい、別にここにテーブル出したりとか、はい、椅子置いてなんかお酒飲みながら外眺めるとかも、はい、行けますもんね、はい、結構ゆとりを持った感じになってますね。いいですね。ここマジでこれから発展しますよね、この感じ、はいはい、だって目の前の、はい、あれもビスタですよね。そうです、ビスタシリーズですね。ビスタベルデという物件です。まあ飲食店とかすごい入ってましたもんね。こっちのタワーも今後入ってくるってことですよね。そうです、2ヶ月、はい、まだ2ヶ月しか経ってないし、これからこう入っていくと。こっちがスモールベッドルーム、ベッド広いっすね、はい、これダブルぐらいですか？これはですね、杉本さんのこれ160なのでクイーンですかね。あ、クイーン広いっすね。じゃあ収納も十分な広さですよ。は
はい、テレビもだからここだと置けるっていうことですもんね、配線もありますもんね、はい、そういったものはまあ自分で欲しかったら取り揃えてくださいという、はい、すごい日当たりいいっすね。そうですね、このお部屋は南東向きのお部屋ですね。まあちょっと暑さには気をつけた方がいいけど、はい、朝起きるときはすごい心地いい、はい、明るいお部屋です。出たこれ僕が好きなやつ、デッドスペースも有効活用してくれる、ベッドの下も収納、子供時代僕実家がこれただの空間だったんで、ここに漫画めっちゃ並べてました、はい、そんなとこ並べた、はい、無駄に使いたくないね。シャワールーム、サブのシャワールームですね。ですね、まあもうほんとシンプルなシャワールーム、2人でも10万円いやいや、なんかきつそうだけど1人で大丈夫です、はい、ちょっと2人でちょっとシャワー浴びてる設定でやってみてうん、十分ですよね。はい、ちょっといいですか。はい、2つお気づきになりましたか。え、何？1つ目ですね、はい、これ見てください、ここに段差ある、上に宝箱あるんですかそういう、はい、なんか 3D のアクションゲームじゃないんですよこれ、はい、え、なんですか、はい、これあの物を置けますよね、シャンプーとかね、はい、リンスとか置いて、はい、ここの下に置いてたらね、もうヌメヌメになるんですね、はい、この下が、それを防げる。え、もう1点何？もう1点、はい、ここ見てください。おぉ、細かい気遣い、いい仕事してますね、はい、これがあることによって、はい、水がこう外に出ていかない。その通りです。マジで僕今の家ね、はい、まあ、悪く言うつもりはないですけど、すごい出ていくんですよ、はい、シャワー浴びてすごい出ていく。だからもう買いましたよ、あのタイルをパッてこう水をねこうかき集めるやつを、はい、普通はそっちですよね、はい、平らな普通、そうですね、普通の家はそっち、はい、これいいわ。マスターベッドルームですね。広い、もうやっぱスモールに比べても抜群に広いですね、はい、この広さあればもう収納だって2つですもん。ここもあって、こっちの鏡のね、はい、ところもあって十分ですよ。上もあって窓も広いですし、で川も見えますし、優雅ですわ。ビュー最高っすね。ここがバスルーム、洗面台とトイレと普通のシンプルな部屋ですね。そして見てくださいよ、浴槽あるじゃないですか。来ましたね。これ測っておきますか。これ測っといた方がいいっすね、はい、すいません、やっぱここもちゃんとやっぱりありますね。今もうめっちゃ気になった。幽体離脱無理無理無理、出てる方が言うんだからできました、できました。待って、広かったかどうかって全然わかんないんだけど、これは、はい、手すりあるから入りやすいですよ。ここが少し斜めになってるのでゆったりできますね。起き上がる時もこの手すり使うと力が入りやすいですね。そしてこの、はい、窓があるのがね、はい、いや、このめちゃくちゃいい。換気扇がないので、はい、窓をしっかり開けて換気をする必要はありますね。これはこれでいいですよね、はい、ここめっちゃいいと思います。熱帯の場所なので別に気にならないですもんね。寒いことがないから。13階にバーベキュー部屋あるんですね。はい、あ、すごい。で広いし、この備え付けのソファーとかがあるっていうのは珍しいですね、はい、そうですね。普通あの高いケーブルですよね。ですよね、ああいうのは見ますが。4階の共用部分めっちゃ広くないですか。いろいろありますね。めっちゃ広、もう子供プールあって、この大人のプールもめっちゃ広いし、はい、でテニスコートで、バーベキューエリアもまたありましたね、はい、でジム、はい、あとスカッシュコート、スカッシュコート、はい、やば広。いやこれマジでめっちゃいいわ、はい、子供が遊ぶスペースもあってルームです。僕あのすごく使います、こういったスペース、はい、子供がいた時は。家賃を当てたらタダで借りれるのコーナー。僕が家賃を当てたらこの部屋をタダで借りれるというコーナーです。はい、これね、あ、難しいですね、はい、ここって中心地、ホーチミン市中心地からまあまあかかりますよね。そうですね、車で20分ぐらいは、はい、街としてはまだまだ発展途上というか、はい、これからこう飲食も増えてくるし、モールはあるけどっていうことですもんね、はい、でスーパーとかはあるけどっていう、あ、でジムとプールとテニスコートあって、はい、で子供の遊ぶスペースもあって、はい、2ベッドルームむずい。今までね3ベッドルームばっかり考えてきてだから、ちょっとバグってきてんな、ほんと値段感覚が。決めました、せーの、1600ドル。1600ドルです。ちょっといいですか、はい、以前ご紹介したサンワパールですね、はい、3ベッドルームで1800ドル値下げしましたよね。あ、そうだ、変わったんだ、1800ドルに。サンワパールの方が中心地にだいぶ近かったんですね。そうだ、で、3ベッドですからね、はい、下げますわ3ベッドだもん、だって向こうこっちは2ベッドで、まあ、中心地から離れてる。行きますわ、まあ、マジで当てますよ、はい、せーの、1000ドル。正解は800ドル。マジで？
ちゃ安。$800？え、なんでこんな安いんですか？やっぱ離れてるからですか？少し離れてますね。マジ安い。これめっちゃ驚き隠れせ素で驚いてます、はい、家具とかも比較的少なめですよね。はい、でそれも安さに繋がるんですかね？かもしれませんね。いやー、$800、驚きの価格ですよ皆さん。絶対に借りた方がいい。っていうか一回見に来てください。 NSS さんに問い合わせてみてください。そしたらね、すぐご案内できますよね。はい、杉本さんがもう面白い優待印刷見せてくれますからそれを楽しみに皆さん来てください。そして他にも NSS さんの物件たくさんこちらのリンクから見ることができますので問い合わせしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。ホーチミン最新不動産情報でした。さようなら。